本日は暗黒の時代へ逆戻りしているアフガニスタンの女性の人権についてのお話です。 WHO によるとアフガンの女性の 90% は必ず何らかの虐待を受けているといいます。家庭内暴力や性的虐待、家の名誉を汚したという理由で娘や妻を殺す名誉殺人などです。タリバンでは女性を奴隷として売買することもあります。料理がまずいと女性の体に火をつけたりもします。ですがアフガンの女性人権がもともと壊滅していたわけではありません。この写真を見ると1970年代のアフガンの女性はミニスカートに顔を出して自由に歩いています。アフガニスタンはどう間違って現在のような状況になってしまったのでしょうか。18世紀アフガンの女性の人権は現在に比べたらかなりマシな方でした。同時代の他の国と比べても深刻なほどではなかったのです。もちろんイスラム文化圏なので抑圧されなかったといえば嘘ですが、遊牧民の女性は髪や顔を隠す必要もなく民族の風習といえる程度でした。それにアフガンの指導者による女性人権のための革命もありました。1919年、アフガニスタンの国王アマーヌッラーハーンは国の近代化に取り組み、女性が自由に生活し教育を受けられるようにしました。国民に娘を学校に通わせ洋装をさせるよう奨励したのです。1927年、当時のアフガン女性の写真を見ると西洋と見間違えてしまいそうなほどです。当時は世界中が女性の労働力も国家成長の糧にしようとした時期でした。アマーヌッラーハーンは一夫多妻制を禁じ、女性のための学校と病院も建てました。しかし1929年、アマーヌッラーハーンは革命家たちによって退位に追い込まれ、女性のための学校や病院も運営されなくなりました。アマーヌッラーハーンに代わって国王に即位したムハンマド・ナーディル・シャーは慎重派でしたが、改革は続き、女性のための病院や学校の運営も再開されました。1953年、首相に就任したムハンマド・ダーウードはより具体的な目標を掲げます。以前アフガニスタンを地獄にした人物としてムハンマド・ダーウードを紹介したことがありますが、ダーウードは女性の人権のために多くの改革を行った人物でもあります。ダーウードの目標は女性を二等市民に引き上げることでした。実際ダーウードはこの目標を達成し、1970年代のカブール医科大学の写真を見ると自由に歩き回る女性の姿が確認できます。女性の社会進出と労働力まで総動員して経済を活性化させるというのが本音でしょうが、憲法にも男女を問わず同等の権利と義務を持つと記し、女性の権利がある程度認められるようになったのです。しかしダーウードの時代は長続きしませんでした。アフガニスタンに共産主義が到来したのです。この時期はアフガニスタン史上最も女性が自由だった時代です。学校には約23万人の少女と約190人の女性教授がいました。共産主義の無神論思想がイスラムの宗教色をかなり薄めました。ですがこれも都会に限った話で、地方では依然として女性の人権は壊滅的で、名誉殺人や乱暴が日常茶飯事でした。そして1992年ソ連の撤退後、アフガニスタンはイスラム国家に戻ります。政権を握ったムジャーヒディン各派は共産主義は反イスラムだとし、少しずつ積み上げられてきた女性の人権は逆戻りしてしまいます。政府や行政機関で働いていた女性は全て解雇されました。女性はやむを得ない状況でない限り家を出る必要はありません。また外出する際には必ず全身を覆い、綺麗な服やアクセサリーの着用や香水もつけてはなりません。装身具は音を出してはいけません。歩道の真ん中で堂々と歩いてはならず、見知らぬ人と話したり、人前で大声で話したり笑ったりしてはいけません。家を出るときはいつも夫の許しを得なければなりません。当時の文章です。教育を受けた女性たちは殺され、タリバンは金儲けのために女性を誘拐しては乱暴し、奴隷として売り払いました。そして2001年にアフガニスタンの武装勢力がアメリカで同時多発テロを起こし、アフガニスタン戦争が始まります。アメリカは武装勢力を支援するタリバン政権を打倒するためアフガニスタンに侵攻し、アメリカ軍に支援される新政府が樹立されました。アメリカはタリバンと武装勢力を制圧し、戦争は早期に終結するかのように見えました。しかししぶとく生き残ったタリバンは勢力を補強し、アフガニスタン戦争は長期化することになります。気が遠くなるような終わりの見えないゲリラ戦の沼に落ちてしまったのです。結局アメリカ史上最長の20年戦争となったアフガニスタン戦争は駐留アメリカ軍の撤退で終結しました。
表面的にはアメリカの傀儡政府が政権を握っていたため、アフガニスタン戦争はアメリカの勝利のように見えましたが、早くも腐敗したアフガン臨時政府に狂気のタリバンを相手にする力などありませんでした。事実上戦争に勝利したのはタリバンだったのです。実際2021年8月にアフガン政府はタリバンに降伏します。それでもアメリカ軍が駐留していた時期まではアフガニスタンの女性の人権運動が続きました。世界的に流行した MeToo 運動も繰り広げられました。アフガニスタンで MeToo 運動をするということは命がけのことで、アメリカタイム誌でもアフガン女性の人権問題を大きく取り上げました。女性の低層観念に対する厳しい法律と、これを社会全体で見張るというアフガニスタンを含むイスラムの愚問極まりない実態があらわになったのです。しかしこれもアメリカ軍が駐留していたから可能なことでした。カブールを占領したタリバン政府は女性の権利を約束すると言いましたが、あくまでもイスラムの教えの範囲内においてでした。タリバンの勝利で極端なイスラム法解釈に基づく統治が始まったアフガニスタンは女性にとって地獄と化してしまいます。アフガニスタンの女性の人権侵害は同じイスラム教国であるパキスタンよりはるかに深刻です。去年12月には女性の大学教育の無期限停止を命じました。現在アフガニスタンで女子が通えるのは小学校のみです。また全身を覆う衣服ブルカの着用を強制され、強制結婚や家庭内暴力に苦しんでいます。女性を名前で呼ぶことも、墓石に名前を刻むこともできません。運転だけでなく車に乗ることも固く禁じられていて、一人で外出することも禁止され、男性の家族の同伴がなければ外出することもできません。テレビを見ることも、映画はもちろん病院に行くことさえ許されません。教育や結婚だけでなく就職も制限されています。女性の雇用が認められるのは医療関係だけで、就職できる地域も決まっています。法に反する職業に就いていたり勉強する女性は常に犯罪に対する脅威にさらされています。冒頭でお話ししたように、殺されたり奴隷として売られてしまうといった危険と常に隣り合わせなのです。さらにアフガニスタンの女性を苦しめるのは家族も信じられないということです。人を雇って勉強していた娘に激怒した父親が娘を失明させてしまう事件や、似たようなことがたくさん起きています。ですがタリバンは事件との関連性はないと主張し、何の処分もされません。アフガニスタンの女性は日々過酷な身体的精神的虐待を受けていますが、怖くて何も言えない人がほとんどです。2021年にはテレビ局で働く女性3人が帰宅中に射殺される事件が起きました。事件を起こした犯罪組織は廃墟者と手を組んだ放送局で働いていたから殺したと述べました。何が起きてもタリバンは自分たちは関係ないと言えば済みます。アフガニスタンは口実さえあればいくらでも男性が女性を乱暴できるという恐ろしい国です。殺し合い誰かを憎み蔑むことを止めることはできないのでしょうか。絶望的なアフガニスタンの女性の人権についてでした。